人たらし術無能証言第2章「魅力の正体とその秘密」「どうしたら人を引きつける力を身につけることができるでしょうか」「男女を問わずこの質問を何回も私は私の主催する自己啓発講座で受けてまいりました」 ほとんどの人が自分は魅力あある人でりりたいと願っておりますそれは異性を引きつける性的魅力から始まって人々に安らぎと信頼感を与える人間的包容力までを包含する人間的魅力でありそれを何とかして身につけたいと欲するのは人間として至極当然の願いでありましょう。 しかし多くの人々は、その願いとは裏腹に、異性には持てず、人付き合いが悪く、そういう自分自身に苛立ちを覚えているのが実情です。当人は何も異性に嫌われたり、他人に避けられたりしたいと思っているわけでもないのに、なぜか人々は自分から離れようとばかりするのです。これは 大どういう理由なのでしょうか容姿や見栄えが悪いということがその原因ではないのですまた教育がないお金がないというのもその主原因ではありません確かにハンサムな男でありまた地位が高くお金持ちであるというのも魅力の一部分であることを私は否定しません しかしそれはほんの一部分なのですその証拠にお金持ちでも人気のない人がおりますし逆に何の取り柄もなく風鎖の上がらない男性で奇妙に女性に人気のある人を私は何人か知っておりますでは誠実で人格の優れた人は魅力的なのでしょうかいいえ これもその一部分であるかもしれませんが、人間として立派であっても、孤独な人は数多くおります。それは尊敬と魅力は別物であることを示すものです。では、魅力とは一体何物なのでしょうか。そして、どうすればそれを身につけることができるのでしょうか。 実はその答えはとても簡単なのですこの極意をまずズバリと大書きして42ページに載せておきますつまり本書ではその結論をまず冒頭に掲げてしまい順次その解説が後に続いていくという形をとりたいと思いますしかしこの答えである極意自身は簡単ではありますが その意義真髄を知りしかもそのテクニックを身につける実践法を解き明かすにはなお数万言の言葉を必要とするでありましょうではまず何はともあれ次の極意を読んでみてください「人道の極意」「身は世によって生じ具によって生じ メス無能証言すすなわちあなたが他人に何か与えればあなたに引きつける力は生じあなたが他人から何かを取ろうとすればその力は即座に消えてしまうのであります。これは答えというよりむしろ原理と言った方が良いでしょう。 多くの場合真理とか原理といったものはこのように至極単純なものなのです。簡単な話あなたはハムを一枚手に持って犬を呼んだとしましょう。すると犬は一掃にあなたのもとへかけてきて尻尾を一生懸命振るでしょう。つまりこのハムを犬にくれようとした瞬間に。 犬はあなたたに引きつけられたのです例えば秀吉は毛利との戦いで毛利方の高松城を水攻めする際途方もない土木工事を短期間に進めるために百姓町人の欲を刺激して土俵を一票運んでくれば銭百文と米一升を与えるという夢のような条件を出しています。 百姓町人としては元手がかからず土俵を作って土を詰めるだけでいいということで八強同然になって子供や老婆まで土俵を担ぎ出したった十二日で大堤防を完成させましたこの時秀吉が支払った米銭は米だけでも七万六千余石と言われていますその他 物を与える場合の秀吉の人たらしは戦で功のあったものに対する恩賞のやり方でもその天才ぶりを発揮していますこのことは現代のビジネス社会でも当てはまりますが恩賞に不公平があれば不平不満で士気が緩み組織が乱れます秀吉は恩賞はできるだけ 戦が終わったその場で行うようにし特に目覚ましい戦功に対しては合戦の最中でさえ部下を走らせてその場で交渉しましたそして多くの場合は金銀を掴んでその場で渡すため戦場にはいつも金銀がいっぱい詰まった氷を運んでいたそうですさてこの「物を与える」ということは その人に魅力を発揮させる最も原型的なその例ですそして人間社会の場合このものはしばしばお金によって代表されますつまり一口に言えば金離れの良い人は好かれケチな人は嫌われるというわけですしかしこのようなことを私が言えば多分読者の皆さんの中には そんなことは分かっているしかし人に物やお金を与え続けていたら自分が貧乏になってしまい自分の生活が成り立たなくなってしまうではないかという疑問を持たれる人がきっと出てくることでしょう確かにその通りです落語に昔吉原で派手に金を使い 皆にお大臣お大臣とおだてられついに無一文となると金の切れ目が円の切れ目とばかり手の裏を返したような冷たい仕打ちを受ける話があります。お金や物を人にあげることは確かに大きな魅力をその当事者にもたらすものではありますがしかしお金や物は誰でも無限に持っているものではありません。 そしてそれらの持っているお金つまり財産はあなた自身の生活を守り他人の厄介にならないための大切な蓄えなのです財産を保持することは自己生存本能という生きていたい衝動がそのもととなっておりますつまり 自分の生命存続のための安全性をそこに求めているのでありそれはまた他人に迷惑をかけないためには社会人としては必要不可欠の行為なのですですから人に好かれたいためにその大切な財産を他人に与え尽くしてしまうことは結局他人の厄介になって助けてもらうことになりかねません そうすればその時点でその人は他人から嫌われることになってしまうわけです。しかしこの説明は本章の冒頭の結論「みは世によって生じ愚によって滅する」の原理を明らかに証明もしています。つまり与えれば好かれ求めれば嫌われるという点で。 ここでもう一度、先ほどの犬の話に戻ります。犬はハムに惹かれて、あなたのもとへ走り寄ってきました。そして、そのハムを与えてくれるあなたに対して好意を持ったのです。しかし、この時、この犬が一生懸命尻尾を振っていたという。この点にどうか注目してください。犬が。尻 を振るのは人間で言えばおあ愛想笑いをしているということですつまりこれは彼の行為を態度で表現していることでありますするとそれを見てハムを与える方の側もなぜか嬉しくなるのですこの時あなたはある種の喜びを覚えそしてそれは確実に犬の側から与えられたものなのです そしてそれはその犬の魅力になったのであります。ここで私が言いたいことはあなたはハムを持って犬に対して魅力を生じ犬は尻尾を振ってあなたに対して魅力を生じたという点です。つまりあなたは形あるものを与え犬は形なきものを与えたのですが。 ににそれは相手に対し喜びを与えたという点ではここでこの二者に生じた喜びというものについてその違いや特質とはどんなものなのか少し検討してみましょう。あなたのハムが犬に与えたものとはそれは犬の生存本能その欲求を充足させたからなのです。 この本能とは、裏返して考えるならば、それは上に対する恐怖によって推進される欲求です。前期の財産や蓄えも、要するにこの恐怖を緩和するための一方策なのであります。さて、ハムという餌が犬に与えられることは、この上に対する恐怖を和らげ、犬に安心感をもたらします。 そしてそれはおいしいという味覚の快感を伴って彼に喜びを生じさせるのですこの生存本能への充足に対して犬からあなたの側へ与えられたものは群居衝動という本能的欲求を充足させたものであります人間は群れを成して生きる動物ですつまり 一人ででは生きられないのですそれで会社家族学校友人同士などから大きくは国家人種に至るまで人はグループを作りその中にある安らぎを見出しますこれがつまり「群居衝動」ですしかし世の多くの人々は 自分のうちにあるこの「群居衝動を」をなかなかうまく充足できずに悩んでいるのです。ということは他人との接触においてそこにある種の気まずさあるいは違和感のようなものが発生しそれに本人は耐えられなくなってくる場合があるのです。「群居衝動」は大容物が可能と言われております。 というのは、人間不信に陥るとペットや他の動物あるいは人形のようなものによってある程度その衝動を充足することができるからですではなぜこの群居衝動がうまく充足できないかというとここに第3番目の「本能的衝動」というものが登場してまいります。それは、 自己重要感という本能的欲求です生まれながらにして人は他者と競合して自らを優越者としたいという欲求を持っております。これは自己表現欲とも呼ばれ要するに自分の能力を何かの手段で具象化し自他にそれを認めさせ 自分のこの世における存在価値を確かめたいという無意識的願望なのです。芸術家・タレントは無論それの最も顕著な例ですが社長が会社を大きくしようとするのもお金持ちになろうとするのも有名になろうとするのも全てはその願望の表れです。ところが多くの人々は それがどうもうまくいかないと感じより直接的な方法でその衝動の充足を図ろうとしますその方法とは会話による方法なのです他人をけなしたりあるいは自慢をしたりするのは全てこの悩み自分の自己重要感をうまく充足しえないでいる人たちなのです。 これらの人々は自分が自己劣等意識に落ち込むことを恐れるあまりに自己優越の暗示を自分に与えようとして前期のようなけなしや自慢の言動を無意識のうちにとってしまいます。さて前行で触れました「軍拠衝動がうまく充足されない」という主原因は。 実にこの自己重要感がうまく充足されていないという点に密接な関係がありこの自己重要感が傷つくことによって軍拠衝動まままででが手ひどく低下させられてしまうのでありますそして多くの場合それは他人のけなしや自慢つまり 他人の異常な自己表現欲の被害を受けてそうなるのではなく、自分の内にある自己重要感をうまく表現できず、あるいは表現しても他人を不快にしたり、怒らせたりしてしまい、自己嫌悪からさらに深い劣等感に陥ってしまいます。そして本人は、 この不幸感がどこから生じてくるのか見当もつかないことが多いのですすなわちそれが自分自身のせいでそうなったとは気づかず世間の人々が自分に対して不当に冷酷であるように感じるのですある人々は旅行したり山に登ったりして 人里から離れ、しばらくはその心の疲れを癒そうとします。ある人は俳句をひねり、絵を描いて、大自然に相対し、それに没頭することによって、人的関係の煩わしさから少しでも離れようとします。いずれも自分の内にある自己重要感の適当な充足が行われないで、その結果、 軍拠衝動も損なわれそれを自ら救済しようと努めている無意識的な行動の現れですこのように本能的衝動というものはそれぞれが単独で作用するものではなく関係し合いながら働いており一つの衝動がうまく充足されないと他の衝動も 時にはそれ以上に強くスポイルされることがあるのですまたその反対に一つの衝動が充足されれば他の衝動に好ましい影響を与えることも当然考えられます例えばプレゼントのことについて考えてみましょうこれ安物だけどと言ってその小さな贈り物を彼が差し出すと 彼女が「贈り物は高い安いじゃないは気は心よ」と言って受け取ったとしますさあこの「気は心」という言葉について考えてみましょう物を人にあげるということはまず第一の生存本能を充足させる行為と考えられますししかしその時に 相手を尊重しているという気持ちの表現もここに含まれそのプレゼントを受け取る相手の自己重要感も充足されるのですそしてまたそれは相手に自分と仲良くしてほしいとの願いを表現していることでもありますからこれは文居衝動も充足しようと働きかけていることでもありますつまり これは「仲良くしたい」「あなたを尊重します」といった心の状態がそれを表現しようという気を起こしてそれをプレゼントの品物に託して送るという行為になったのですこれが「気は心よ」という言葉の意味でしょうここで要約すればこの場合のプレゼントは相手の生存本能 軍拠衝動自己重要感の3つの要望を満たしてあげたすなわちこの本の冒頭に掲げた言葉の「身は世によって生じ」の「与」与えるということでありここに贈り物をした本人に一つの魅力は生じたということになるのであります。これは ある政治家の秘書 M さんから聞いた話ですが選挙資金の提供をお願いしに子田中角栄元首相ともう一人別の有名議員のところへ行ったところ2人の対応が全く違ったとということです田中さんは M さんが選挙資金のことを言いづらそうにしているとそれを察して。 選挙資金は500万用意している少ないが一切構わず使ってくれと田中さんから言い出したそうです M さんとしては1000万円くらいを考えていたのですが先にズバッと言われて無心をせずに晴れ晴れといただくことができたということです一方もう一人の有名議員の場合は こちらが切り出すまで絶対に言わない M さんがやっとの思いで1,000万円ほどお借りできませんかと切り出すとでは800万でどうだと値切ってくる M さんとしてはもらえないよりいいからしぶしぶ頂戴したそうです同じお金を渡すにしても田中さんは相手に喜ばれ 相手の生存本能、軍拠衝動、自己重要感を満たす形で渡した。一方もう一人の有名議員は田中さんより300万円多い800万円の出資をしたのに相手に布教を買ってしまった贈り物もそのやり方次第で全く違う結果になる良い事例です。 一説によれば、このような本能的衝動として、人間は次のような五つのものを持っていると言われております。一、生存本能。二、軍虚衝動。三、自己重要感。四、性欲。五、好奇心。 さて私たちはこの5つの本能を自らの手で持って充足しその上で他人のその不足をも充足してあげるならばその時無数の人々を自分のもとに吸引してやまない素晴らしい魅力を身につけることができるのですではどうすれば自らのそれを充足し また他人にもその手を貸してやるようになれるのかそれを辞書からお話ししてまいりますがその前になぜ私がこの5つを単に本能と言わずに本能的衝動などと回りくどい言い方をしたかを説明しておきますその理由は本能と衝動は異なったものであり しかもこの5つの欲望には本能的なものと衝動的なものとの2つが混じり合って存在しているからなのです。有名な精神分析医のフロイトは本能と衝動は正反対の欲望であるという意味のことを言っております。しかしこの本能と衝動の2語の区別は いろいろな学者の説によって違った解釈がなされておりその用語の区別法は万人共通の確たる意味が付けられているわけではありませんただこの2者が人間欲望の異なった形のものであることはほとんどの学者の認めるところです最も普遍的なそして分かりやすい解釈をするならば それは本能とは動物的欲望であり衝動とは人間的欲望であると言えるのではないでしょうかわかりやすい例を挙げてみましょうある男性が憧れの女性にデートを申し込みやっとのことでデートの約束を取り付け食事に行きました。食事の後 さらに雰囲気のいいバーでお酒を飲み、酒と彼女の魅力にすっかり酔った彼は、彼女の体の一部に触れてみたいと思いましたが、ぐっと我慢しました。その理由は簡単で、最初のデートでそういう行為をすると、彼女に嫌われるであろうことを恐れたからです。触りたいもの、あるいは食べたいものを前にして、 ある理由からそれを我慢するということを動物はしません他人からよく思われたいと思って何かしたいことを我慢するのは人間特有の欲望ですこの場合女性の体に触りたいと思うのは純粋な動物的本能ですが後者の「我慢する」は人間的な欲望で これれはあるる衝動に基づいて行われる行わ為なのです例えばゴルフが好きでしかもゴルフが上手な社長さんがお得意さんとコンペに行ってわざと相手にわからないように負けるのもこの衝動によるものですゴルフに勝ちたい欲望を抑えるのはその社長の脳裏に 未来において得ることができるであろうある幻想が描かれているからですそれは例えば大口の取引の成立などですそしてこの抑えようとするのが衝動なのですしたがって衝動とは本能に相反するものでありしかも本能の現実的欲望に対して それは幻想的欲望ですこういうことを理解した上で五大本能的衝動を改めてみると五つのそれはより本能的なるものとより衝動的なるものとの二つに分けられることが分かってきます。すなわち一の生存本能と四の性欲は本能的ですが 残りの3つ特に2の「群居衝動」と「自己重要感」は衝動的であるといえます。5の「好奇心」は動物の進化という点から考えると本能と衝動が相半ばすると言えるでしょう。それでは辞書から一つずつ詳しく話してまいりましょう。